軍区は、旧、チェコスロバキア及び現在のチェコ共和国、スロバキア共和国における、オベックに準じた、行政区画の一つである。どの地方自治体にも属していない国有の国防用地で、国防省が直接行政機能を所管している。ブジェジナ軍区、ヤボリナ軍区チェコスロバキア共和国の軍事、演習場などが母体で、第二次世界大戦時のナチスドイツ、 スロバキア共和国支配時代に拡大した。さらに戦後成立したチェコスロバキア共産党政権下で軍区制度が発足し、主に軍事演習場として国内のおよそ200村を接収して軍区化。1968年のソ連軍進駐以降は一部の軍区がソ連軍駐屯地としても使用された。このかドイツ及びオーストリアに面した国境地帯も 国境警備用地として軍区化した。現在の軍区は、チェコでは、チェコ共和国防衛規定法、スロバキアでは、軍区法を根拠法としており、軍事演習場や軍友人地として使用されている。ありがとうございます。